重要なこの体力の温存になりますので、例えば、炎天下とかでよく走る、これからの時期多くなると思うんですけど、本当にね、1時間運動したら、1リッターぐらい飲まなきゃっていう意識が出ていただいて、本当、こまめに気を取らないと、やっぱり体の疲れも変わってきますので、それによってやっぱり、もうダメだって思っちゃうんで、そのためにもこまめな呼吸をとってみてください。であとはですね、まあ、私よく使ってるのでツーリングでツーリングとかでもちょっと多分参考になると思うんで、こういった普通のスポーツドリンクの粉のやつを、まあ、ポッケかバッグの中に潜めておくとか、まあ、こちらは、ちょっと BCAA とかも入ってるやつなんですけど、これを飲むことによって例えば、走って普通に走りに行って、でちょっとお腹空いてくるじゃないですか。でお腹空いてくるだけじゃなくて、よく皆さんありますかね、ハンガーノック。ずっと最初の頃多分山中さんはそんなまだ距離出てないと思うんですけど、これから多分体験すると思います。本当にハンガーノックっていうのはもう本当に力が切れなくて、お腹空いてる以上以下にもう力が出なくなるんですね。でそういう時に、まあ、どうしたらリカバリーできるかっていうと、まあ、物を食べるんですけど、それでも血糖値が下がってるんで糖分とかもいいんですよね。で糖分だけじゃなくて、まあ、とにかくエネルギーになる摂取するわけなんですけど、それをちょっと前に、補っていけばいいんで、それの一つの方法としてこういうのまあ、アミノ酸はよくね、いろんなものに最近のドリンクは入ってるんですけど、これも顆粒タイプで、普通の水分、ボトルの水とプラスコレという感じで、私も本当に、3時間ぐらいトレーニングして、もうくたくただと思って、とりあえずあそこのコンビニまで頑張っていこうかなと思ったけど、どうしてもダメだっていう時に、こういったものを取って、でいや、もうコンビニ。いいや、あと1時間家まで頑張ろうとかっていう風に元気になります。なので意識的にこういうサプリメント関係にだいぶ長い距離を楽しむという上で有効的なので、まあ、あとちょっと探ってみてください。あとはコンディショニングでいろいろ例えばビタミン系をこう摂取するとか、あとは私最近よく取るのはこういったまあ、これも BCAA ですけど、ビタミンとかですね。ビタミンっていうのは、要はアミノ酸の次に摂取、アミノ酸から次に変わるものがグルタミンというものなんですけど、で、グルタミンが蓄積されると、今度はグレアチンが必要だったりとかいうように、ちょっといろいろ専門分野でこうちょっと脱線しますとか、そういうのもありますので、それを補うことによって、より楽しく自転車が乗れるようになります。まあ、もちろん普段の食事で十分ですよ。3食バランスいい食事をとるというのも次なるステップになります。体が疲れたと思って何も食べないんじゃなくて、疲れたって思った時こそ何か食べたいものを食べるというのも一つの回復の手段です。であとは例えばその次の日に仕事です、その時にやっぱり早く回復させるためになるべく走り終わったら30分以内に何かを摂取してください。その方がその日の体力をプラスに向上させる働きもありますし、回復させる働きもあります。なるべく30分以内、30分以内、そうですね、はい、が一番ベストに吸収してくれます。でもそれをタイミングを逃したからといって食べないんじゃなくて、なるべく早めに取るような形に本当にね、体がね、次の日だるいってことが少なくなります。終わって30分一番ビール美味しいですね。そうなんですだからビールも一杯だけでとどめるとかね、なかなか成功しづらい。走ってる途中は何分規模なんですか？そうですね、まあペースにもよりきりですけど、大体10分もしくは5分か10分ぐらいですね。こまめに初めのうちはもう何ていうんですか、その癖自体がないので飲むっていう習性がないじゃないですか。例えば
仕事してればちょっと一息ついた時に飲むっていうのがリズムですけど、自転車に乗ってる場合っていうのはもう夢中になってれば忘れて30分とか当たり前になっちゃうんですけど、それをまあ定期的に喉乾いたなっていうよりも喉を潤しておこうっていう意味でちょっと飲むちょっと飲むってやっていくと胃に負担もかかりづらいので、疲れにくくもなります。あとはそうですね、ツーリングに行かれる時で皆さん何か行くっていう場合に何を持ってったらいいか分かりますか？メンテナンスの最低限の道具。そうですね、はい、タイヤのパンクぐらいで、そうですね、まあ、そのための事前準備として例えばパンクのチューブ交換を覚えておくとかっていうのも必要になったり、まあ、それが覚えるのがちょっとあれだなと思ったら、例えばそういうベテランの人と一緒に行くというのが一つのアイデアです。で、まあ、みんなと楽しく行ければまた遠くにもっとより遠くに行きやすくなりますし、で、まあ最低限としては私もよく持って歩いているのは、チューブと、まあ、タイヤレバーですよね。で、空気ボンベとで、あとはマルチツールで、まあ、チェーンが切れるってことはまず少ないですけど、でもあったことにこうしたことはないので、そういったのがついてる、まあ、コールとかで、まあ、最低限その六角レンチで締めれるかどうかはですね、普段もちょっとまあ1回でいいんでこう全部使えるかなっていうのを確認してもらえれば、そういうトラブルの回避できますし、であとはそうですね、ペースをつかむためにこうスピードメーターをつけたりとか、心拍をつける、心拍数のついた標準できるものだったりとか、まあ、最近では GPS とかもありますし、まあ、パワータップとかワット数を計算できるものもありますしね、まあ、そういったものを使いながらこうより楽しくできればと思います。で、あとは小銭なんかを持って、あと携帯なんかも結構必要、本当にね、もう何もないところでなんか最悪何かあったっていうので考えるときはなんか便利ですし、あとはライティングなんかもね、ジャージも、まあ、最近では結構いろいろ種類出てますけど、やっぱり派手めじゃないちょっとカジュアルに近いジャージがいいっていうのが、本当にね、短パンでラフに行きたいっていうのもあるじゃないですか。でもやっぱり T シャツは最低限で重くなるんで、そういうのを避けたりとかっていうのはしなきゃいけない点ですよね。あとは日焼け止めとか、あとは、まあ、スポーツオイルとかも結構出てるんで、例えばこの時期はもうあったかいんでそんな問題ないんですけど、ちょっと寒くなる時期、秋口とか、まあ、この時期もちょっと曇ってて雨降り出したらちょっと寒い時とかあるじゃないですか。そういう怪我の予防の時には、まあ、スポーツオイルをちょっと塗ると、よりウォームアップしないで体が動くようになってます。で、特に、年を追うごとに、まあ、私もちょっと感じてるところなんですけど、やっぱ体がちょっと言うことを聞かなくなってくるので、そういうケアの仕方として私も20代には全然それこそいやそんなのいいやっていう感じだったんですけど、最近はよくレースじゃない普段の練習の時もスポーツオイルは足に吸い込んで練習したりするんですけど、まあ、いきなりこう負荷をかけてもすぐに反応してくれるんですよね。で、それをするためにはやっぱりウォームアップして普通だったらやらなきゃいけないんですけど、そういう反応の良さがあるんで、そういうオイルも場合によってはレースじゃなくても使うというのが一つのアイデアです。まあ、ただちょっとベタベタするから嫌だとかそういうのはありますけど、この辺は個人差ですね。